い、どうもこんにちは、ゆこるです。今回はちょっと遅れたんですけど、バレンタインのね、情報来てたんで見ていこうと思います。だいたい47分ぐらいなんで、まあ1時間半ぐらい遅れたんですけど、見ていこうと思います。じゃあ、まずは新キャラから見ていきましょう。アンドロメタからですね、行きましょう。バインド耐性2つ、スケブ2つ、封印耐性、指延長、7強に悪魔キラー2個持ちです。超覚醒7強もしくは無効貫通つけれるので、悪魔絶対倒すマンって感じかな。悪魔キラー30倍に7強に無効貫通って感じで、まあ異形ならぶっ刺されそうですね。まあ覚醒自体はすごい尖っていますが、悪魔キラーが圧倒的に多いので、まあキラー要因って感じです。はい。でスキルラブリーチェーン、1ターンの間回復力が激減、1ターンの間属性吸収無効ですね。でまあ回復力激減に関してはこれはねかなり使い道が最近増えていて便利なので単純にこれはメリットだと思う。ポロシアムとかのいるじゃないですか、オデッセウス回復力10ターン激、間違えた、ヒラグダラかな、回復力10ターン激減してきて、で、次のオデッセウスで、まあ、20万ぐらい先制食らうっていうのもあるので、まあ、これは逆にメリットだし、なおかつ属性吸収無効スキルで、しかも5ターンなんですよね。裏異形の場合で言うと、4ターン目のオーディンで属性吸収無効打った後に、その後のツバイハンダーでも、属性吸収無効打てますみたいな感じでね、すごい優秀なキャラになってます。はい。5ターン属性吸収無効当然最短で、今までが9か8だったはずなんで、まあ、非常に速いキャラですね。これはかなり強いと思う。リーダースキル、神と回復タイプの HP が2倍、攻撃力が4倍、水を6個以上つなげて消すと攻撃力が4倍、固定5万ダメージ。で、追い打ちリーダーですね、神悪魔縛りがあるとはいえどもですね、HP2 倍に火力16倍出て固定5万追い打ちなんで、非常に強いのではないかなと思います。はい。ただまあ一応、要とイベルカーナはパーティーに入らないので、まあ使うのは難しいかもしれないですね。一応、カイバーは入ります。はい。ただまあでも、結局強いですね。で、イデアルですね。まさかのイデアルが唐突にハロウィンに実装。バインド耐性プラス封印耐性、スキルチャージ。7コンボ強化3つ持ちに、指延長プラス2個持ち、そしてスキルブーストプラスですね。あれかな、大魔女がさ、こういうシーズンごとに来たんだけど、それのイデアルがなんか唐突に来たって感じで、これからこういう系になっていくのかもしれないですね。既存のパズルキャラの変わったバージョンが来るみたいな。7強3つ持ちで火力は出せますが、多色なんで、そんなに使い道はないかもしれません。スキル、3ターンの間回復力が3倍。覚醒無効状態を全回復、全ドロップのロックを解除し、5色プラス回復ドロップに変化。15ターンですね。ターンがめちゃめちゃ重いけど、覚醒無効回復もあって、回復力3倍もあるからかなり強いとは思う。ただまあ多色がね、そんな使わないんでね、多色の時代が来れば強いかもね。リーダースキル落ち込んなし、ドラゴンとバランスタイプの全パラが2倍、4色以上同時攻撃ダメージを軽減、攻撃力が9倍、2コンボ加算。かなり、火力も高いし、落ち込んなしになっちゃう代わりに結構強いのではないでしょうか。6号場面でもワンチャン戦えるのじゃないかなってぐらいの2コンボ加算ですね。意外と優秀だと思います。はい。一応全パラ2倍に軽減もあるんでね、悪くないですね。ただまあ、めちゃめちゃ強いとは思うんだけど、多色なので人権になることはありません。そして アシスト武器、スキルブーストに回復努力用に指延長に回復強化。なるほど。まあ普通だね。スキル3ターンの間回復力かな、変わらないんだ。スキルは変わらずか。まあ単純にスキルブースト武器ですね。レア度10なんで、まあ、結構すごいですけど、まさかの本家より先にバレンタインで武器実装って感じです。はい、まあ、スキブ武器って感じだね。でソニアが新しく究極進化します。はい、こちらワイン耐性プラス封印耐性スキルブーストプラス追い打ちに無効貫3つ、悪魔キラーマシンキラーですね。はい。そしてスキル全ドロップのロックを解除し、一闇ドロップに変化、ランダムで回復ドロップを3個生成。で、リーダースキル、ドラゴン、悪魔体力タイプの攻撃力と回復力が 3.5 倍。火を6個以上繋げて消すと、ダメージを半減、攻撃力が5倍。もう、ラオウ、ニーズ、ヘックと組み合わせたら強そうだね。特にね、それ以外言うことないんだけど、ラオウにニーズヘック3体入れて、フレンドソニア使って、空いてる場所にアルバトリオン入れて、吸収無効も対策しておけば、まあ、相当強いんではないでしょうか。はい。そんな感じです。まあ、あれですね。単純に便利ですね。強いと思います。はい。って感じですね。うん。まあ普通の究極進化なんでこれ以上あんまり言うことないんですが、一応半減もあってかなり火力も高いので強いとは思います。はい。そしてモンスター交換所にはタマドラチョコレートムースが実装されます。これ無課金武器じゃないっすね。これは普通に課金武器と同等の力を持ってて、スキルブーストに強化、間違えた、進化後性をキラーですね。スキブと進化後性をキラーなんですけど、単純にスキルブースト武器なんで、普通にスキルレベル1にしておけばスキルブースト武器として使えるのではないでしょうか。なおかつスキルマにしたら9ターンですね。アマテラスが10ターンなんで最速の HP を全回復スキルとして使えます。まあこれ自体が使う場所があるかはないかは分からないですけど、ランダンとかで、たまにバー先生を使う時があると思うので、もしかしたら使えるかもしれないですね。あくまで無課金キャラなんで、スキルブースト武器として使うのが一番無難な使い道だとは思いますが、スキルブースト武器として使うという超簡単な使い道があるということで、必ず持っておいてもらえればなと思います。ぜひとも取りましょう。っていう感じです。はい。
そしてね、まあその他いろいろ強化も入っていますので、ここから強化見ていきましょう。はい、まずは誰だ。あ、てかこのソニーあれなんだね、彫刻悪魔キラーかスキブつけれるんだね。スキブ4つ持ちかな。まあ悪魔キラーもつけるのいいね。強化見ていきましょう。まずはネイから、バインド覚醒無効5ターン回復、全ドロップの6個を解除し、光闇回復ドロップに変化、6解除が増えましたね、スキルに。で、アスタロト火お邪魔毒ドロップをキドロップに変化、全ドロップを強化、1ターンの間回復力が 1.5 倍が地味に増えました。そしてクシナダ姫スキルターンが12ターンに減りました。そしてビーナス、1ターンの間指延長3倍ですね、3倍延長の、チーム内の2体攻撃の確実に応じてダメージを軽減と、指延長が増えましたよと。はい、でネイのリーダースキル調整、闇光の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍、ドラゴンタイプの攻撃力が 4.5 倍、意外と強い、指を3秒延長と、地味に強くないですか普通に。でもまああれかな、 HP バレスとかがないから使い道はそんなにないかもしれんけど、火力は地味に上がったよね。でもまあ使わないかな、 HP バレスないしね、回帰力バレスもないんで。で覚醒スキルの調整も入ります。まずはネイからスキルブーストプラスに変わります。スキルが1個増えるって感じで、サブでは使いやすくなるかもしれませんね。カラとチーム回復強化が1個増えます。ファセットウェイが1個増えます。はい、でシーン指延長が1個増えます。はい、リラン、スキブ増えて、カリン、スキブ増えて、メイメイ、スキブ増えて、サクヤ、スキブ増えて、サクヤ、スキブ増えて、ハク、スキブ増えて、ヘラソエル。これがダンジョンキャラだったっけな。闇軽減、光ドロキを2つ、80倍状況化、神悪魔キラーが増えて、ヴィナス7強が1個増えましたという感じですね。はい。で、聴覚性も実装されます。レイラン、カリン、メイメイ、サクヤ、ハク。これらはすべて、バインド、L 字、7強ドル化がつけれます。まあ、この子たちでもそんな使わないと思うんで、まあ、あんま関係ないですね。はい。で、イデアルは、L 字、チーム HP 強化、ドラゴンキラー、雲耐性、操作負荷耐性、ドル化がつけれます。無効貫通はなしなんで、あくまで本当に多色って感じ、ダメージ無効貫通は想定してるのかな。そしてバレンタインの、アンドロメダですね。アンドロメダは雲耐性、7強、無効貫通って感じになってます。はい。っていう感じがね、バレンタインのキャラ解説となります。はい、もうね、なんだろうな、微妙じゃないかな、別にバレンタイン。そんな無理に引く必要もないと思います。でもまあ、ソニアがちょっとさすがに強いかなって感じで。まあなんかあれだね、ソニアはめっちゃ強くて、イデアルはまあ、なんかよくわかんないけど、星級だし強いんじゃねって感じです。アンドロメタは最短属性吸収無効なんで、無難に強いと思います。ただまあ、季節系はね、毎回言ってますけど、別に無理に引く必要がない、ガチではあるので、まあ、なんか起点だなぐらいのノリでいいと思います。はい。で、バレンタインスペシャルの一応ね、内容も話していきますね。2月3日から2月16日まで、めちゃめちゃなんか石もらえます。はい。で、第2弾、スーパーゴッド S 開催。うん。めちゃめちゃなんかできます。はい。で、第3弾、ハッピーバレンタイン。1日限定の特別な談笑&交換帳が実装と。なんかいっぱいもらえますって感じですね。お、てか、今もうスーパーゴッド S 来てんじゃね、そういや。あ、そういや、スーパーゴッド S 来てますね、もう普通に。第4弾、対象ラッシュで、やっとだ。遅延イベアザス、2月6が中華、2月7が特殊降臨、2月8がマシン、2月が北欧か、多分北欧もあるかな俺は。あーでもまあそうだな、極連と被んのか、結構シビアだな、ワンチャン回らんかもしれん。でプラスポイントの洞窟獲得ポイント 1.5 倍、どうでもいいな。オール予備ダンジョンが登場。はい、最初の予備ダンジョンスタミナ1/2。はい、テクダン6倍、びっくりした、そうだ6倍ね。で極限協力、極限の闘技場のランク経験値3倍。じゃああれだね、またあれが美味しくなる、闘技量がだいたい300万ぐらいもらえることになるから結構美味しいね。でテクダン降臨ラッシュのランク経験値7倍か。でスキルベ合成の7倍って感じになってます。はい、まあこんな感じかな、イベントに関しては。てかもうさ、あれだよね、今日終わったら明日から2月1日だから、またもうこのイベントも来るんだね。発信タムダラとかさ、降臨クエストとかさ、極連とかさ、こういうゲーム来るんですね。ってことはまた、明日からはかなりパズドラ忙しくなると思いますんで、ぜひとも頑張っていきましょう。で、まあゴッドエスも来てるっぽいんでね。うん。まあぜひ、弾きたい方は弾いてみてください。じゃあそんな感じですかね。じゃあ今日はバレンタインのイベント解説動画でした。はい。じゃあ最後にちょっとだけ、ゴッドエス弾いて終わろうと思います。やっぱ来てんじゃん、本当に。危な、忘れてた。てか今日昼から動画撮ろうと思ってたんだ、そういや。でもあれなんだよ、寝てたからさ、動画撮れなかったんだよね。まあいっか。0時から極連回りたいし、多分配信すると思うんで、暇な人見れたまま遊びに来てください。宣伝も終わったことなんで、ぜひ、高評価だけ忘れずに押しといてください。あ？まあ、そんな感じでね、よろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。あと2回引くわ。時間的に。
あと一回。ファスカ出ねえかな、ワンチャン。ワンチャンファスカ来ねえかな、マジで。もう一回だけ引くわ、おまけで。ファスカ来てほしいな、普通に。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ファスカ来ねえかな、マジで。普通に。はーい。